皆さんこんにちは。今回は5周年初期の環境で最強クラスのスキルを紹介していこうかと思います。今回やる紹介は本当にざっくりやります。まあなんとなくこのスキルが強いっていうのが分かればいいかなっていう感じで作るんで、なんか真面目に全部やろうとすると本当何時間の動画になるか分かんないほどちょっと語ってしまいそうなので、まずはアビリティの紹介です。まず一つ目、パワーアライズ3って書いてあるアビリティですね。これ攻撃力が800上昇って書いてあるんですけど、これ最大まで限界突破した時の数値ですね。で、さらにこの覚醒スキルであることも大事。まあ、覚醒っていうのがあって、まあ、ここラッシュっていうボタンがね、ここにあるんですけど、覚醒スキルを1枚でもつけてれば、このボタンが押せるようになるんですけど、これで覚醒してる間は、ダメージが上がるようになってて、で、1枚でも多くこの覚醒スキルを持ってることが大事なんですけど、これ覚醒だから強い。まあ、こういうやつとか、まあ、こういうやつですね。で、まあ、これよくね、俺攻略サイトで最強クラスのスキルとか言って、たりしてるんですけど、この夜空に咲く青バラキリト、これが一番強いって思い込んでる人が多いんですよ。ちょっと最強最強俺言っちゃってるから、まあ、最強レベルのスキルであって、これが一番強いってわけじゃないです。これはパワーアライズ3の覚醒スキルって、だいたいこうキャラをなんか1枚以上装備した時とか、キャラ指定で発動する効果があって、で、例えばこれだったらエギル2枚以上装備なんで、で、このスキル自体がエギルなんで、これともう1枚同じセット内でエギルを装備すれば、この攻撃力 20% 上昇っていうのが発動するんですけど、まあこれはシノンですね。シノン装備すると攻撃力が 20% 上昇っていう感じで、まあ発動条件があったりして、で、まあこのパワーアライズのスキル効果によっては、例えばこれキリトのスキルレコードを装備していない時にしかこれ発動しないって書いてあるじゃないですか。で、これ同じセット内にキリトを装備すると発動しなくなったりして、使う場面がね少し限られるっていうのはあるんですけど、まあこれはキリトを装備しないだけで発動するんで、すごく強いスキルなんですけど、すごく強いっていうか、まあ片手直剣使うときキリトがよく入ってくるんで、片手直剣ではあまり使われないですねっていうだけなんですけど、まあこれは結構強いスキルで、まあこれもね、まあ強いんですけど、まあここにダークコンバージョンってあるじゃないですか。これ闇属性ダメージが上昇して生属性ダメージが低下するっていう、まあこの生属性低下デメリットがあるのと、まあこれは水属性低下デメリットがあるっていうので、自分の使う属性に応じてちょっと使い分けをした方がいいんですけど、本当に始めたての人は多分そんな余裕ないと思うんで、例えばこういうスキル、生属性以外の自然属性ダメージが 50% 低下するっていう大きなデメリット効果があるやつは結構使いにくいじゃないですか、始めたての人は。ただこれ生属性使うときはすごくいいスキルなんで、場面に応じて使うっていうのは全然あるんですけど、あとは例えばこの幸せの道しるべアリスとかだと、アリス3枚以上っていう要求があるんで、これが結構厳しいっていうのがあって、まあそういうのもあるんですけど、こういうね、覚醒のパワーアライズ3がめちゃくちゃ強いです。で、次、パワーアライズ4ですね。SOIF はこのアビリティの効果名、カッコがついてるやつあるじゃないですか。カッコパワーアライズ4ってついてるやつ。これが同じ文字で被ってる場合、例えばこのパワーアライズ4って書いてあるやつを同じセット内で2枚装備してたら、そのうちの片方しか発動しないようになってて、で、3枚入れてたらそのうちの1枚しか発動しないようになってて、複数枚入れてもそのうちの1枚一番効果量が大きいやつしか発動しないんですよ。まあそういう効果ルールがあって、だからパワーアライズ3持ってて、かつこのパワーアライズ4持ってれば併用することで攻撃力がめちゃくちゃ上がります。まあこの攻撃力800とか900上昇って、まあ高いのかどうかピンとこない人もいるかと思うんでちょっと言うんですけど、メニュー、ステータス、武器熟練度って進むと、まあ、こういうのが出てくるんですけど、これ熟練度レベル、盾以外の7種武器あるんですけど、それのどれか、レベル1上げるだけで、基本ステータスの攻撃力ですね。攻撃力が1上がるんですよ。まあ、両手武器で1上げると攻撃力2上がるって言ってる人もいるんですけど、まあ、それは後でちょっと確かめます。で、盾を1上げると防御力が1上がります。
で、これ今熟練度レベル上限が90なんですよ。で、攻撃力上がるの屈指63じゃないですか、大体630ですね。この7つ全部90にすると、まあこれもね、1上がると攻撃力1上がるっていう計算なんですけど、それでも攻撃力630なんですよ、この7種の武器全部熟練度関数としても。で、パワーアライズで上がる数値って800なんですよ、パワーアライズ3だと。で、4が900なんですよ。その数値の異常性を知ってほしい。で、まあこれデメリット効果があるんですよ。防御力が 30% 低下し、最大 HP 上昇のバフ効果中にっていうね、だいたいこういうデメリット効果があるんですけど、パワーライズ4の覚醒スキルは、まあこの防御力低下しっていうのは、まあ防御力に応じてめちゃくちゃ強い片手直拳のモッドスキルの効果があるんですけど、素材の、まあそれはこの動画の後半で説明します。で、まあこの最大 HP 上昇のバフ効果中っていうのは、あの最大 HP 上昇のあのバフを自分で打たないと発動しないんで、あんまり発動することはないと思うんですけど、例えば斧のハジライナース小春ってやつ、これバーストで発動すると HP 強化4バフっていうのがつくんですよ。最大 HP が上昇するみたいな、そういうやつとか、まあこういう星1の HP 強化バフとか使わない限り大体発動はしないと思うんで。で、あとよく勘違いする人がいるんですけど、覚醒すると画面のこの上のバフとかデバフとか状態異常が発生した時にここアイコンが出るんですよ、画面上部に。で、覚醒するとそこにアイコンが出るんで、覚醒がバフ扱いだみたいな思ってる人が結構いるんですけど、これ覚醒してる間って最大 HP 上昇するんで、覚醒がバフ扱いだから、これ覚醒スキルのくせにこれ覚醒したらもう3秒ごとに HP が 99% 減少するじゃねえかみたいに思ってる人がいるんですよ。そんなスキルだったら売れないです、正直。ガチャに入れて売ろうなんてしないと思うし、覚醒するだけでこんな発動してさ、おかしいじゃん。そんなわざわざね、あの最大 HP 上昇のバフ効果中とか書く必要ないじゃん、覚醒しただけで。あ、書く必要はあるか。まあ、とにかくこれ最大 HP 上昇のバフ効果っていうのをスキルレコードとか何かしらで発生させないとこのデメリットは生じません。で、このパワーアライズ4っていうのを使うと片手直拳以外でめちゃくちゃ強くなるんで、現環境最強クラスのダメージを出すことができます。で、次、五兵再利っていうやつですね。突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇っていうやつですね。で、これも限界突破最大までした時の数値です、800っていうのは。で、これやっぱアビリティ効果名違うんで、パワーライズ3パワーライズ4と同時にセットしても発動します。まあこの五兵再利ってやつは他にもあって、この力強い運搬クラインとかですね、まあパワーライズ3もそうなんですけど、この例えばこういう凍傷状態の敵に対して攻撃力が 18% 上昇とか、こういうね、出血状態の敵に対して攻撃力が 18% 上昇とか、まあ、何かしらこういう発動条件満たして使う効果がめっちゃ強いんで、さっきだったらパワーライズ3のキャラ指定満たしたら強いみたいな、まあ、こういうやつね、パワーライズ3とパワーライズ4も持ってたらこれもあったら強いっていう感じですね。これは突属性で攻撃時なんで、突属性専用みたいなところはあるんですけど、まあ打属性で800もあるんですよ、破砕傷ってやつ。これもう一種類あるんですよ、サマートラベラーサチっていうやつ。これね、打属性で攻撃時に攻撃力が800上昇するやつで、こういうやつね、あったら強いです。次にソードスキルの紹介なんですけど、まあ、このゲーム100層近くなってからフロアボスがめちゃくちゃ強くなって、特に85層以上からは属性耐性っていうのがモリモリになってきて、で、例えば85層フロアボスだったら弱点が突属性非属性なんですけど、その弱点以外に全部属性耐性がモリモリについてて、突飛で攻撃しないとほぼダメージが入んないみたいなところがあって、ほぼっていうか、まあ、迷宮区の助動と奥地っていう難易度があるんですよ。2つあって、助動の方ならまあギリいけるかなっていうところはあるんですよ、非属性じゃなくても。ただ突属性じゃないとダメージが入んないですね、その武器の属性ですね、突属性、残属性、打属性の。で、まず突属性で一番強いのは今弓です。で、特に
この影打ちカジバユミって呼ばれてるやつが強くて、呼ばれてるっていうか俺が勝手に呼んでるんですけど、この自身の HP が少ないほどって書いてあるのが、まあ、カジバユミの特徴なんですけど、ターゲットが自身に向いてないモンスターに対してっても書いてあるんですけど、これがマジで強くて最大 175% って書いてあるんですけど、これはモッドスキルっていうのに装着して使います。モッドスキルっていうのはスロット枠っていうのがあって、そこに他のスキルを装着できる機能を持ったスキルのことを言います。追加効果って書かれたやつをモッドスキルに装着すると、その追加効果だけがくっつくってやつなんですよ。で、弓のモッドスキルにこれを装着するとマジで強いですよ。で、モッドスロットって最大3枠なんで、これ2枠使うんですよ。三角2つで。で、例えばこういうのね、1枠なんでこれもつけたりみたいな感じで強くて、まあ、これも十分強いですね。同じような効果なんですけど、最大 250% で。で、今この影打ちカジバユミっていうのがめちゃくちゃ強くて、トップレベルの人だとスイッチ一撃で1000万ダメージとかで、パーティーでバフデバフかかってるとものすごく高いダメージ出す人は2000万とかいったりするらしいです。まあ、片手再建も、まあ、強いことは強いんですけど、今弓の方が強いって言われてます。で、今カオス討滅戦っていうのをやるときに突属性が不遇だって言われてるんですけど、カオス討滅戦っていうのは第一層の国鉄級でできる高難易度ダンジョンなんですけど、これで一番難易度が高いやつ周回して作る防具がこのゲームで一番強い冥黒防具って呼ばれるやつで、で、このカオス175っていう一番今難易度が高い、この動画撮ってる時点だと一番高いやつはクリティカル耐性っていうのがすごい高くて、片手再建はクリティカル出せないと結構弱かったりして、片手再建もなかなか高いダメージ出ないし、弓がこれターゲットが自身に向いてないモンスターに対してすごいダメージが高くなるやつなんで、ソロだとこれ主人公の後ろに常についてくる小春っていうのがいるんですけど、小春には敵のヘイト向かないようになってるんですよ、このゲーム。で、このカオス討滅戦ってやつ、まあ、5周年で新規プレイヤー向け調整っていうか、まあ、いろいろ緩和が行われて、まあ、カオス135って言われるやつ、この近距地っていうところまではパーティーでできるようになったんで、まあ、ここまではいいんですけど、こっからは、まあ、155と175からソロ、135とか155、175っていうのは、あの、冥黒防具、作る防具の装備可能レベルの数値のことです。あ、この SAOIF スキルレコードまとめっていうサイトでこれ今見てるんですけど、このサイトね、霧雨さんという方が作ったウィキで、この動画で使うね、許可をね、いただいてるんで、ほんとこのサイト便利なので皆さんね、使ってみてください。次、打属性の強いスキルの紹介なんですけど、まあ、こういうね、自身の残り HP 割合かける 100% 攻撃力が上昇っていうモッド素材がめちゃくちゃ強くて、あ、すいません、さっきモッドの素材は見たけど、モッドスキルどれが強いかっていうの言ってなかったな。弓がね、これさっき突飛が強いって言ったんですけど、これが特に強いですね。この看板娘シノン突飛なんで、あとこれですね、クールソリストシノン突飛です。あと鬼の抵抗シノン、節分の時に出たやつですね。で、斧に戻るんですけど、残り HP 割合に応じて強くなるやつと、あと水属性スキルの使用時敵へのダメージが 50% 上昇ってやつ、まあ、特に斧はこのカオス討滅戦ってやつ、まあ、さっき言った最強防具を作るための周回なんですけど、これが敵めちゃくちゃ強くて、カオス175のエクスキューショナーカオス、カオスアスラって言われてるやつなんですけど、これの弱点属性がダーミズなんで、ダーミズのオノモッドがめちゃくちゃ強くて、それに装着する感じですね。現状だと、まあ、このダーミズのエギル、火消しエギルっていいのかな、あと応援エギルですね、この2つしかないです。で、まあ、こういう残り HP 割合に応じて攻撃力が上がるやつと、あとはボスの前半戦ですね、敵の HP が 50% 以上の時に攻撃力がめっちゃ上がる、こういうモッド素材とかが強くて、で、こういう斧使う時って攻撃力上げるよりダメージ何パー上昇みたいな、まあ、例えばクリティカルが出た時にダメージ上がるじゃないですか。 50% ダメージ上がるんですよ、クリティカル出た時。あとなんとか属性の弱点ダメージとか、まあ、そういうのがダメージ上昇系ってやつなんですよ。
まあ、スキル威力とはちょっと違うんですよ。スキル威力はなんかダメージ倍率、ここスキルレコードのここ書いてあるじゃないですか、 660% ダメージって。まあ、これはスキル威力ってやつで、ダメージ何パー上昇とはちょっと計算式では違ってくるんで、でなんでこういうね、なんとか属性のスキル使用時のなんかダメージ上昇みたいなのが強いかっていうと、例えば覚醒スキルで覚醒効果の飛線っていうのがあるじゃないですか。これ攻撃力が 5% 上昇って書いてあるんですよ。で例えばさっき見たこれ、自身の残り HP 割合 ×100% 攻撃力が上昇って書いてあるじゃないですか。これ攻撃力 100% 上昇のところに、さっきのこの攻撃力 5% 上昇が足されたとして、 100% が 105% になるだけなんですよ。それよりもダメージ何パー上昇みたいなのを上げた方が強いっていう話です。まあ俺以前こういうダメージ計算式っていう記事をね書いたんですけど、攻撃力とスキル威力とダメージ上昇系と覚醒率の4つを掛け合わせたのがダメージ値で、その4つの要素をバランスよく上げると一番高いダメージが出るって言われてるんですけど、こうね4つね釣り合いを保つと強いんで、攻撃力の部分をいっぱい上げるんだったら、こっちのダメージ上昇とかこれ覚醒率とか他の要素を上げて釣り合いを保つのが強いって言われてるんで、まあ、とにかくこういう残り HP 割合かける何パーセントか攻撃力が上昇するやつとか、これダメージ何パー上昇みたいな、まあ、モッド素材をオノモッドにつけて高いダメージを出すみたいなのが強くて、まあ、あとは91層フロアボスが弱点属性、打属性、正属性なので、こういうねシビルターリーファとか情熱セッションリーファとか、これちょっとモーションが遅いんですけどクラインとか、まあ、こういうのもね今強いです。で次残属性なんですけど、この双剣士の記憶ユージオっていうモッド素材が常設イベントで誰でも手に入ってめっちゃ強いんですよ。とメニューイベント一覧って進むとちょっと下の方行って、でこれでアンコールアナザーワールドとか不思議な2人っていうのがあるんですよ。でこれでバナーをして、で飛んで、でイベントの案内人の前に行けるんですけど、まあ、これでね周回したりパネルミッションとかで確かもらえた気がするんで、パネルミッションはどうだったか覚えてないけど、でそれをね直剣モッドに装着して、まあ、こういう感じにねつけて使うと強いっていう話で、まあ、このね3枠目開けるのがすごい大変なんですけど、そういう点で片手直剣のモッドスキルって本当に少ない必須スキルで高いダメージ出せるんで、あの始めたばっかの人が50層以下のフロアボス周回するときにすごくいいんですけど、50層より上のボスは属性耐性がついてきてあまりね通用しなくなってくるんですよ。まあ、だから始めたての人が、まあ、50層以下のやつね周回するのに、ね、みんな最初ねオーダーで狙うのがいいみたいなのは言ってるんですけど、残属性だと片手直剣が強いんですけど、まあ短剣も、まあ敵がね防御力低下デバフとかしてくる場合は、まあ強い場合もあるんで、基本的にはね片手直剣のモッドスキル、まあ、こういうやつですね、それが一番強くて、でやっぱり特に残性属性ですね、今はカオス討滅戦のカオス175のこのカオスダロスってやつが残性属性なんですよ、弱点。だからこのカーディナルを巡るユイとか、あこれは性属性ないけど残属性だけだから属性耐性食らわなくてすごくいいんですけど、ちょっとモーションが長いです。あとこの助走ユージオの直剣のやつと彦星勇気ですね、あとは爆釣り領域キリト、このあたりがあるといいなって思います。まあ、今回は本当にざっくりと紹介しただけなんで、もう本当に強い人たちが火力としてこういうのを打ってますよみたいな、まあ、なんとなくそういうのが分かればなっていうだけの動画なんで、このゲーム本当にスキルの組み合わせのゲームで、僕マジでこれ今まで何回言ってきたんだろうって本当にね口を酸っぱくして言ってきたと思うんですけど、何かね強いスキル1枚あるだけでは本当弱いんです。もうカードゲームじゃないけど、なんかいろんな組み合わせで強くなれるゲームなんで、いっぱい覚醒スキル持ってた方が強いとか、まあいろいろあるんで、バフデバフとか何が強いかとか、このね探検のねバーストも実はね強いっていうのをちょっと言い忘れてたんですけど、まあこれね普通にねバーストで打った時これスキル力高くて残性でいいので、まあ、探検のねモッドですけど強いです。
そういうのね、1枚あるだけでは全然弱いんで。だから強い人はなんとなくこういうスキル使って高いダメージ出してるんだくらいね、わかればなって思って作りました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。